何にしますか。ドラオは、ドラオはどこに行ったんですか。そんなものはいない何しようか。まずウィザースケの頭一つですよ。あ、確かに。あ、そうだなんかログインボーナスみたいな感じでやんなくちゃいけないんだよねきつくない、毎回行くのきつくない。うん、それ君ら二人の役目だからね。嘘でしょ行こうよ、エッチョウも。今行くか。とりあえず倒しに行く、一体。あ、今、エッチョウこれを見たねトラップにかかった、エッチョウが見てない、何を言っているんだ。見たでしょ何を言ってるんだ。いや、君見て、ちょっと、あ、今回クソだなって思ったでしょつい見ちゃった。開閉時間3秒でしたじゃあ集まってください。いや、今回はね、まあ、また一発ギャグですね。なるほどね、毎回の同じやつね。じゃあペントさん開けてください。開けるよ。はい、せいや。お、シールドゴールドソード。シールドソード、盾剣。そう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 。へえ。ガードが強くなるって書いてあった雑魚剣。なるほど、待って、シールドウドンソードがあるぞ。ガードが強くなる。持ってみ、持ってみ。持ちます。うんちみたいになってるよ。ペやめてスプーン状態になるんだよねどういうこと、これ掘るの遅くなるってこと。そう、雑魚じゃねえ、雑魚だ。いやでも雑魚ですいやでも雑魚です。いやでも、はい、それで防御力が強くなるんじゃないの。もうなんかそう、茶色い剣持って茶色い匂い発してるとうんこ持ってるしか見えないんだけど完全に昔のうんこソードかもしれない。食事中の方大変失礼いたしました。え、ちょっと殴ってみるよ。いいよ。キュン、いって。どう。いや、まあまあ食らってる、まあまあ食らってる。え、まあまあ食らってる、まあまあ食らってるあれおかしいな。なんかさ、あれじゃ、剣持ってない時と比較しなきゃダメなんじゃないの。確かに持ってません。今持ってませんね。はい、いくよ。はい、3ダメージ。オッケー。いきます。はい。3ダメージ。同じです。雑魚です。雑魚です。あれ？あれ、ちょっと待って、ちょっと待って。そんなことないよ。だって防御的な剣って名前がついてたんだよ。あ、わかったわかった。どうした？右クリックすると防御がつく。あ、なるほどね。うん。ついたついた。じゃあ行くよ。いいよ。防御して。はい。2.5 で、ね、0.5 しか防御できてません。あはははザコです、ザコですいや、君あれだよ、あの、この弱い剣、一番弱い剣だから、ダイヤだったら、ダイヤだったらきっと。なるほどね、木を選んだからいけなかったのか。そう、よし、ガードします。はい、シールド展開。はい、お、1。おお、割と減った、割と減った。はい、でも1は食らってる、1は食らってるんだって。確実に食らってんだって。でもこの横のちょっとで1だから。いやー、弓矢使ったし関係ねえ関係なさいよ。音がある。ただの弓が一番強かったじゃあこれでウィザスケ倒しに行くじゃん。そう、ガードできるからね。オッケー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 。じゃあウィザスケ行く、倒しに行こうぜ。とりあえずさあ、今回のモッドが役に立つということを。いやー撃たれてる、撃たれてる。ガードすればいける。ガード突撃、シールドアタック、シールドアタック展開。倒します。よし倒しました。え、ペント、何？なんか熱いけどさ、ガード連打すればさ、食らわなくない？死なない。食らわないよね、これ。いや、食らった。右クリック連打してみ。死んでます。雑魚がペンティー。これ1個取るまで帰れまてんなのか、もしや。帰れませんです。了解。第2の要塞行く？突撃するか。もういないそうかな。行くか。いないそうかな。そこ、ほら、いた。来た。勝負。黒 vs 黒。2、3、4。頼む。5。頑張れ。やばいぞ。7。やばいぞ、ベント。いける。ああ！弾け飛んでたパンが。パン！出た？出ません。出ない。今日は運が悪いね。やばい。でもやっぱ前回ドロップ増加ついてたからさ。なるほど。やっぱアイテムの力を頼りたいところ。それはある。エンチャントしてよ。エンチャント得意でしょ、園長。園長だけに。園長だけに名前似てるじゃんでも僕思うんですよ、
はい、でない日は素直に諦めた方がいいと。なるほどね。じゃああと5分やって出なかったら帰ろう。そうしよう、そうしよう。いや僕はもうこいつにかける。やってやれ犬たぬき、前に全てをかける。いけ、いける気がするぞ。いやゴミです、ゴミです。犬たぬきこれより帰還します。あもう一回、もう一体いた。こいつか、倒そう倒そう。こいつか、本当の本当のラスト。待って、シェー、犬たぬき帰還。犬たぬきブレオったよ、しかも。くダメだったか、今日は。ダメでした、本日。こういう日もあるよ。さて何する。タイムスリップなんだよな。まあ修繕をさ、はい、手に入れたいわけなんだけど、はい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 、なんかねコメントに修繕はエンチャント台では出ませんよって書いてあったんですよ。そうなの。なんか師匠さんじゃないと出ないっぽい。ほう、マジすっげ。だから村人繁殖場っていうか、まあ師匠さん繁殖計画を実施かな。どうする。いやそれで言うとこの上のやつらがさ仕事しないのが原因じゃん。こいつらなんでダメなの。やっぱ二人とも男だったから。やっぱ男だから。そういうこと。やっぱもう下に村人が結構いるから上限なのかな。じゃあそうすると村人繁殖場はあの、うん、初期のあのこっちにしないといけないとかそういうことかな。移動してみるかい。移動大作戦だ。よし、園長さん新入りです。おお疲れ。お前らの仕事はこれから子供を産むことだ。サイコパスすぎる。確かにサイコパスすぎる。鼻はくっついてるけど。鼻はくっついてます。で今 LINE 交換中だから。今なるほどね。鼻で始まり。鼻で。鼻でどうやって。赤外線通信みたいな。どこにあるの赤外線。鼻にあるの。お互い見合ってはいるんだけど、うーん、まあちょっと心が打ち解け合ってないみたい。なるほど、なるほど。やっぱそういう時は鼻で。鼻。鼻か。任せろ。鼻で。鼻。ハートです。来ました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 。ラインの交換がうまくいったよ。よし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 。赤外線通信で。よしよしよし。ほらほらほら。すかさずベッド設置。生々しい。やめよう。やっぱこうチャンクごとにあるんだね多分上限が。なるほどね。やっぱダメだったか。まあそれそうだな。あんなとこまで収容されても何も嬉しくないよな。まあそうだ。ここも割と劣悪な環境だけどな。確かに。これもうチューしてるもん。やばいやばいやばい。これ18禁です。これはまずいって。よくは見ないでください。あああああ園長子供。生まれた。生まれました。生まれた。おめでとうございます。名前はなんていう子じゃ。名前ベンティお願いします。高尾。高尾。でも高尾さんは師匠じゃないので殺します。エンチャー。高尾。高尾。親の顔めっちゃ見てるって。エンチャーのことめっちゃ見てるって。めちゃくちゃ見てるって。おい何見てんだよ。やばいやばいやばい。高尾。まあでも子供生まれるってことはひとまず分かったから放置かこれ。なるほど、放置しよっか。何やる。本日3回目。お花屋さんでも作る。お花屋さん作るか。まあでもさ、どうせマインクラフトやるんだったらさ、うん、そのこの世のすべての花をさ揃えた花屋さんにしたいよね。それはそうなんだよね。全部揃えたい感はある。あるよね。ちょっとバージョン 1.12.2 に存在するこの世のすべての花を調べてきます。どうしよう。でもこの植わったポピーの数だけアイゴが死んだってことなんだよな。そう、あいつらの命だこれが。バージョン 1.12.2 でゲットできる花の一覧調べてきました。ありがとうございます。全部で何個あるんですか。14種類です。なるほどね。14種類結構ペントのところ咲いてんな。そう、割といろんなもの集めてね置いてあるんだよね。もうすでにお花屋ショップなんだよな。そう、すでにね。てか形
チクもいなくなったよな。そういえばね。じゃあ我羊んとこ行ってくるね。村人の繁殖具合はどうだい？見てみます。お願いします。おお、一体生まれてる。お、お、来た。しかも白だ。来たか。可能性を感じる。園長がいなくなった瞬間に圧力がなくなってなるほどな、そういうことか。ついでに足りない花もあの見つけてこようかなと思うけど、何が足りない？レンゲソウがない説あるな。何色ですか？あー、トイレに飾ってそうな色。いや、わかるかわかるか。消臭力の柄にあるやつ。あ、そう、そんな感じ。消臭力っぽいやつを見つけてきてくれ。消臭力を見つけてきてくれ。羊持ってきたよ。ナイスだ。来た。え、消臭力これじゃないの？あ、これアリウムか。おい、それだ。え、これかい。これアリウ、え、これアリウムっていうの？これアリウム。いつ名前が変わったんだ。謎は一緒なのかもしや。あれ、あれ？じゃあ何がナイリウム？何ナイリウムだ？ピンクのチューリップ。ピンク。フランス菊。あー、ないね。フランス菊。じゃあ園長さんお願いします。じゃあ行ってまいる。頼む。あ、大人になってる。来た。お、成長。行きます。司書さんだ。やったやった、来た。今んとこダメージ軽減3だけど、これはもしかしたら出すかもしれない。お、花畑です。来た。楽園あるでしょ。それはエデン。これはなんだ？フランス菊です。来た。よし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 。さすが。あとピンクよ。あとピンクのチューリップ。ピンクのチューリップ、あ、ピンクのチューリップあります。はいはい、よし、さすがだな。それでもこの世のすべての花はゲッチュよ。揃ったか。あれ、なぜかスケルトンホースが骨を、骨をが野原に帰ってきた。骨をまさかの時の再来。本当に骨をなのか。野生 の野生の骨をと再会しました。出てきてあげれ。逆襲の骨をださあ、どうだどうだどうだ。お、うわ、え、あー、どうした？入れ具1。あ、あ、でも良くない？それ強いよ。しかも我ら宝釣りのやつ入れ具ついてないからさ。そっか、宝入れ具ってできるの？そんな人生甘くないか。見と追いたい。まあでも彼は立派な男に育ったから生かしてあげてもいいですよね。しょうがない、許してあげよう。よっしゃー。よかったね。よかったね。いや、向こうへ行くことができます。命を大切に。おめでとうございます。え、男の子ですか？女の子かもしれないな。なるほどね。うん、高見にしましょう。高そう。高一族の高見ね。オッケー、花持ってきたよ。ありがとう。あ、新しい子供来ました。ニューベイビー。ニートです。ニート？ニートはこの世に存在してはいけない。見なかったことにしよう。逃げるんだ、お前は逃げるんだ。命を大事に。さてさて、村人諸君よ、ちゃんと働いているかい？あれ、君はニートの子供を産んだのかい？やばい。違います。この子はそうはいかんな。この子はきっと立派な大人に育ちます。すごい、きっと立派な大人に。いや、顔がニートだと言っている。顔がニートは偏見。子供。顔がニート死去。入れ食い交換します。じゃあ入れ食いにゲットです。よっしゃ。これで進化するか。どうですか？無限。無限。おお、無限。インフィニティ。無限はでかいぞ。やった、これでブレイズ怖くないぞ。高見強えわ。高見。花屋を見ましょう。いや、もうすごいから、これ見てください。もうすごすぎて言葉を失うと思うから、もうぜひ見てください二人。まあまあ、いや、すごいよ、すごいんだけど、はい、うん、なんかなんで一番右だけ一行、あの、ちょっと違ってるの？どういうこと？
一番耳かけずれてるよね。ずれました。まあ、ずれも美しさということですね。そう中に入るとより分かるんですよ、ね、上に置けば綺麗になるはずなんだけどな、ここに置けば。失敗した。そして中、これがお花屋ショップ。これフラワーショップペンティストって看板があるから完全に見落としたと思うけど、2人とも完全に見落としたけど、フラワーショップペンティスト、完全にペンティストなんで、地味すぎる。なんかショップ要素ないんだよねこれ。てか世界の花すべて揃ってる店とは思えない寂しさなんか。そして真ん中にカバが、ちょっとカバは出してあるけど。ああ白樺燃えたか、大丈夫か。白樺助けるぞ。命を落としてまで新たな白樺をここに植える。植えられませんでした。